中高説は、前漢前期の漢岸で、後、郷土の老城前雨の側近として仕えた人物。遠国の人。中高説は、漢の漢岸となった。当時の漢の文帝は、郷土の前雨に、漢の皇族の女を嫁がせ、その郷土に嫁ぐ、女の随行に漢岸を選び、その女と共に、郷土の国に送っていた。さらに面、絹。 食物などの贈り物を収めることで強度との和親条約を結んでいた。折しも、菅では皇帝の座を狙っていた漁師を滅ぼしたものの、なお、菅を脅かす不平分子の存在は多く、国内安定を最優先せねばならぬ事情もあって、漢の国境を荒らす強度との交渉は避けねばならなかった。文帝は中皇説を強度に嫁ぐ女の森役として、 強度の国にに送り込むことに決めた中高説は、強度の国に行くことを拒否したが、菅は行くことを強制した。仕方なく、中高説は、森役として、強度の国に行くこととなった。中高説は、菅の朝廷に激しい恨みを抱き、必ずや、私は菅にとって、災いをなすものになるであろうと言い残した。強度の国についた、中高説は、 官と決別して強度に基準することを、当時の強度の前後であった老情前後に願い出て、老情の側近となった。側近となるや中高説は、官からの贈り物をこれ以上を受け取ることは強度にとって、良くないことだと老情にとき、さらに強度の欲しいものは官から略奪すればよいと、男への信仰を消しかけた。また、前後の側近に初期を教え、人や、 家畜の数を把握するようになった。郷土が漢に送る文書の様式や文言は、郷土がより上位になるように改められた。さらに、自分の後に郷土の国に送られてきた漢の使者に対しては、漢の朝廷に対する苦言を吐き、その使者が何を言い返しても聞く耳持たずという姿勢を貫いた。これによって、郷土の男への信仰が再び深刻化し、言葉通り、 中高説が管に対し災いをなすこととなった。老城前雨が死ぬと中高説は後継者の軍心前雨に仕えた。ありがとうございます。